眞子内親王の婚約内定者である小室圭氏は、ついに、ニューヨークでの留学を終え、法務博士の学位を得た。7月末の同修士法試験を目指して、引き続き現地で勉強中だ。これに合格すれば、同州で弁護士として活動することができるようになる。結婚に向け、経済的な基盤を整えるべく、着々と歩を進めているが、未だ、どこで何をして稼ぐのかは不透明なままだ。小室氏が目指す資格は、あくまでニューヨーク州の弁護士である。留学中も論文コンクールで入賞するなど優秀な成績を収めていた小室氏だけに、試験にパスする可能性は高いと見られているが、その資格で他州や日本で弁護士として活動できるわけではない。だから、国際機関への就職説も出てくるわけだが、いずれのケースも、就職先はニューヨークが有力視されている。となれば、すんなり結婚に進んだとしても、眞子内親王とはアメリカで暮らすことになる。自国でのバッシングを逃れて、アメリカで結婚生活を送るというのは、なんだか、イギリスのヘンリー王子とメーガン妃のようでもあるが、この二人がそうであるように、若い夫婦が外国で暮らしていくには、経済的基盤の構築が、一番の課題になる。アメリカの弁護士の年収はピンキリで、何億も稼ぐ凄腕もいれば、一般サラリーマンと変わらない年収500万円程度の人もいる。しかも、ニューヨークの物価、特に不動産価格は世界トップクラスであり、夫婦2人で住む程度のマンションでも、マンハッタンなら億は下らない。眞子内親王が、日本での職を捨てて追いかけていっても、小室氏の収入だけで、夫婦生活を平穏に送れる見込みは薄いのだ。女性三宅創設の議論は、菅義偉首相の肝入りで、この春に始まった。まだ、有識者会議でヒアリングを進めている段階だが、保守派の有識者からも、女性三宅に賛成する意見が出ている。皇室経済法では、三宅党首とその配偶者には、年間合わせて約4600万円が税金から支給されることになっている。女性党首の夫の称号は決まっていないが、例えば先日亡くなったイギリスのエリザベス女王の夫であるフィリップ氏は、王妃殿下と呼ばれていた。眞子内親王が女性三宅の党首となれば、小室殿下が誕生することになる。